島根県松江市。今も古い町並みが残る美しい地方都市です。この町の IT 関連中小企業が今、新しい取り組みを始めています。その中心にあるのが国産のプログラミング言語 Ruby。世界中にユーザーが広がる Ruby と地元企業の取り組みを取材しました。現在、松江市に住む 松本幸寛さんルビーは今から20年近く前、松本さんが仕事の合間を縫って開発したプログラミング言語です。プログラミング言語っていうその、まあ、ジャンルにですね、まあ、あの、高校生ぐらいの時から非常に興味があったんですよ。自分でも一つ作ってみたいなと思って作り始めたのがそのルビーになります。自分自身がプログラムするときに快適にプログラムできるようなものは何だろうかということを、まあ、追求してきたっていう感じですよね。 快適なプログラミング言語、Ruby は、その後世界中に広がり、国内はもちろん、海外にも数多くのコミュニティが作られています。Ruby が多くのプログラマーに支持されている理由の一つが、プログラムを効率よく書けることです。この Ruby というのは、まあ、プログラミング言語の側できっとあなたはこうしたいんでしょうというようなことを補ってくれるので、人間がその指定しなくちゃいけない支持の分量が少なくて済む。これは、現在広く使われている Java と Ruby で、 同じ機能をを持っったたプログラムを作ったものです例えば Java ではプログラムで使われる変数や関数を明確に定義する必要がありますが Ruby では不要ですその結果プログラムを構成するソースコードの量は Ruby の方がはるかに少なく簡潔になっていますこういう動きをコンピューターにしてほしいというイメージとコンピューターに指定するものの間の差が少なくて済むと 頭の中に浮かんでいるイメージが消えないうちに、こう、コンピューターに伝えることができるっていうメリットがあるんですね。開発スピードが求められるソフトウェア業界も、Ruby に注目し始めています。松江市のこの企業では、数年前から Ruby を使って、本格的な業務システムを開発しています。まあ、短いいケースでででも1ヶ月ととか必要であったと思った思てますだけどルビーは1週間なり10日ぐらいで 開発期間を短縮できるという、出来上がったものをお客さんに確認してもらいながら、お客さんと一緒にシステムを作っていくという、そういうやり方が、こう、Ruby には非常に適しているという。Ruby の発展を支えるのが、開発者のコミュニティです。松江市のプログラム開発者のコミュニティでは、セミナーや勉強会、情報交換を通じて、Ruby の普及を行ってきました。そのような地道な努力を通じて、 ルビーは今、地元の産業を活性化する原動力になりつつあるといいます。地方の方のシステムっていうのは、一旦こう、都市部の大きなベンダーさんが取って、そしてその下請けの仕事をいただくというような形態になってましたけれども、ルビーによって、えー、お客さんのシステムをほぼ全体作ることができます。お客さんと直接契約をできる地元。 島根県や松江市の行政や教育機関も力強いバックアップを行っています。島根県では Web サービスや業務システムにルビーを積極的に導入し、生産性の高さを実証する取り組みを行っています。また松江市は島根大学と共同で通称ルビー講座と呼ばれるソフトウェア技術を実践的に学ぶ講座を開講し、次世代を担う人材育成を進めています。 最前線で、あるいは世界中の人たちとです、ね、もうグローバルに仕事をされたり、開発をされたりしていると思いますので、そこは学生にとっても、すごい刺激になっているのではないかなと思います、ね、Ruby とは違う、また新しいソフトウェアを自分で作るようなです、ね、学生が現れれば嬉しいなと思っていま Ruby のユーザーは海外にも広がり、多くのコミュニティが自主的に活動しています。 今年7月には、Ruby の普及を支援する組織、財団法人 Ruby Association が設立され、Ruby の市場拡大や技術者認定制度による人材育成が本格的に始まっています。2009年からは、松江市で Ruby World c ァレ r e n c が開催され、世界中の Ruby ーユーザーが集まって情報交換を行っています。Ruby の生産性の高さとか、開発者に対する快適さっていうんですかね。 というのは世のの中かから要求されていいるもなななんじゃないかなと思います世界を変えるイノベーションっていうのは机の上にある1台のノートパソコンから始まる可能性はあるわけですよね邪魔しないであれば日本からでも十分生まれるんじゃないかなと思っています快適で生産性が高い特徴を持つ日本生まれのプログラミング言語 RubyRuby によって新しい IT 産業を作り出そうという島根県松江市の行政大学 そして中小企業の取り組みに期待が集まります。